アデルは、イギリスの歌手。英国 BBC の人気投票企画、サウンドオブ2008でトップになり、同年のデビューアルバム19がチャート初登場1位を獲得。2009年の米国グラミー賞で最優秀新人賞と最優秀女性ポップボーカルパフォーマンス賞の2部門。2012年の同賞で主要3部門を含む、 全6部門の賞を獲得2012年9月時点で全世界での総売り上げが2300万枚を突破21は全世界で3000万枚以上のアルバムセールスを記録したグラミー賞15回受賞トータルで6000万枚以上である4歳から歌うことに夢中になり幼い頃は友人とパーティーでスパイスガールズの真似をして遊んでいたという その後9歳でブライトンに11歳で南ロンドンに引っ越した。16歳から作曲とギター演奏を開始、音楽学校であるブリッドスクールを卒業。そこではレオナルイスとジェシー・ジェイが同級生であった。2008年1月にリリースしたデビューアルバムの19はイギリスのアルバムチャートでは初登場で1位を記録したが、アメリカ合衆国のビルボードアルバムチャートでは 初登場149位だった。2008年10月に放送されたサタデーナイトライブへの出演で注目を集める。2009年第51回グラミー賞に主要2部門を含む4部門でノミネートされ、最優秀新人賞と最優秀ポップ女性歌手を受賞した。2011年1月にリリースしたセカンドアルバム21は19カ国で1位を獲得し、 年末には売り上げが1700万枚を超え、さらに全米ビルボードアルバムチャートにて発売以来39週連続でトップ5位以内を記録し、マイケル・ジャクソンが持っていた38週連続トップ5の記録を抜いて歴代1位になるという記録を樹立したほか、3つのギネス記録に認定された。母国イギリスでの売り上げは460万枚を超え、 国内歴代セールスは1位クイーンのグレーテストヒッツ2位ザ・ビートルズのサージェント・ペパーズ・ロンディー・ハーツ・クラブ・バンド3位アバのアバ・ゴールドに次ぐ4位に食い込んだ2012年第54回グラミー賞に主要3部門を含む6部門でノミネートされノミネートされたすべての賞を獲得した受賞のリストはアルバム21が最優秀アルバム賞最優秀 ポップボーカルアルバムの2部門、シングル、ローリング・イン・ザ・ディープが最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀短編音楽ビデオの3部門、同じくシングル、サム・ワン・ライク・ユーが最優秀、ポップソロ・パフォーマンスの1部門。21は、2012年度の全世界アルバム、セールス年間チャートでも920万枚のセールスで、チャートの1位を獲得しており、2年連続、 全世界売上1位を達成した。10月に映画007スカイホールのために書き下ろした曲スコ・ヨーフォールをリリース。翌2013年の第85回アカデミー賞で歌曲賞を受賞した。2013年12月19日、バッキンガム宮殿で行われた宇部授与式でチャールズ皇太子から宇部勲章を受賞。 英国音楽業界への貢献を認められた。2016年2月28日、スペースシャワーミュージックアワーズでベストインターナショナルアーティストを受賞。本名はデルローリー・ブルー・アドキンス。ロンドンのトッテナムで生まれた。母親はアデルを産んだ時は10代であり、父親はアデルが2歳の時に家族の元を去った。その後、母親はシングルマザーとしてアデルを育てた。 アデルは、父のことを許したことはないと語っている。身長175センチメートル。北ロンドンのサッカークラブ、トッテナムホットスパー FC のサポーターであるという。好きなアーティストに、エタ・ジェームズ、ジル・スコット、ロバータ、フラックなどを挙げている。エタ・ジェームズの曲、フール・ザ・ッド・アイアムを聴いて、初めてシンガーになりたいと思ったと、ザ・サンがミのインタビューで語っている。また、 その曲を収録している CD は同じ髪型にしてもらおうとヘアドレッサーに見せたかったってだけでバーゲンの箱の中から買ったとも語っている。2012年6月29日、恋人のサイモンコネッキとの間に授かった第一子の妊娠を発表10月に長男アンジェロを出産した。2017年3月5日、 オーストラリアブリスベンでのコンサートで観客に結婚していることを明らかにした。2019年4月19日、代理人が AP 通信に対し、アデルはパートナーと発局した。彼らは愛情を持って息子を一緒に育てることに専念しているとの声明を発表した。2008年19-2011年21-2015年25ありがとうございます。